福岡市応援でアビスマ福岡隊員と審判ボールです。ここで両チームのスタッフメンバー並びに審判をご紹介します。今年の主審西村隆一、副審竹野光晴、浅田武史、第4の審判員石瀬隆一、以上4次審判によって行われます。まずは白のユニフォーム徳島ホークスのスタッフメンバーです。背番号21ゴールキーパー上福本直人、背番号15ディフェンダー岸本武、背番号6ディフェンダー内田光平、背番号5ディフェンダー石井秀則、背番号4ディフェンダー千恵子、背番号8ディフェンダー岩尾健、背番号7ディフェンダー大西雄大、背番号23ディフェンダー鈴木徳田、背番号37フォワード浜島明、背番号24フォワード石谷和樹、背番号19フォワード垣田優、続いてリザーブの選手です。背番号31ゴールキーパー長谷川徹、背番号20ディフェンダー福岡翔太、背番号2ディフェンダー阿部海大輝、背番号38ディフェンダー梶原涼太、背番号13ディフェンダー清崎幸輝、背番号10フォワード渡井正樹、背番号9フォワード川田敦史、監督はリカルド・ロドリです。杉山力弘、背番号2
に受けた優勝はマサト。背番号8に行ってみた鈴木背番号10に行ってみた増山朝日。背番号10に行ってみた松本大志。背番号15の長野久志。背番号13フォワード木戸航基。声は出せなくても気持ちは届けられ。背番号12アイスラ福岡サポーター。そしてアビスパ福岡を引けるのは監督サイル開催杯。